演舞開演。どうも、本日はこちらセブンズボス関西限定オリジナル飲み会7人の侍という番組は、自分も名前くらいは聞いたことがありますが、7人のボスということなんでしょうか。ここに地方がいろいろ書いてありますね。では飲んでみたいと思います。それが選べたらいいんですけどね。コーヒーの香りとミルクのマイルドな味わいと書かれていますね。本当に確かにミルクは感じることができましたし、コーヒーもそんな苦いっていう感じではなくて、ほんのりくるような感じですね。あくまで香りを楽しむためといった感じかもしれません。苦味を求める方はちょっとかもしれませんが、そうでない方は美味しく飲めると思います。他の地域のやつも飲んでみたいな。こちらの点数を出しましたが、他の地域は何点になるんだろう。雷のきらめき、まるで仏かな。仏様が授けてくれるきらめき、大切にしたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。